名誉高ビルは愛知県豊橋市駅前台通にあった複合商業施設。1968年10月8日に開業し、2017年4月30日に閉鎖された。戦前のこの場所には豊橋市立狭間人情小学校があったが、1945年6月19日から20日の豊橋空襲で甚大な被害を受けたため、 狭間小学校は1949年12月に閉校となって豊橋市立松山小学校に統合された。狭間小学校跡地には大宝百貨店が建設されたが、東三河地方総合開発の一環として名豊高ビルの建設が計画され、1968年10月8日に開業した。かつては豊橋鉄道などと合弁で運営する。 名鉄グループのビルであった、豊橋グランドホテル、スーパーの西川屋豊橋店などの商業施設、オフィス、文化センター等を要する複合ビルだった。西川屋は1971年のユニー発足後も、ユニー名豊店として、医療品のみ販売していた時期があった。ユニー名豊店は1992年8月に閉店し、 跡地は貸しホールとして運営されていた。本館地下1階には1969年に開設された豊橋バスターミナルへの連絡口があったが、バスターミナルは2006年9月に廃止され、月決め駐車場となっていた。やがて、チューブガスを母体とするサーラグループの運営に変わった、名鉄グループだったことから、サーラグループが受け継いだ後も、商業施設では、 名鉄グループのギフトカードが利用可能であった。かつては名豊タカビル株式会社が運営を行っていたが、2008年11月1日に中部ガス不動産株式会社と合併し、中部ガス不動産名、豊タカビル事業部門の運営に変わった。豊橋グランドホテルは2011年6月20日をもって閉業した。2017年3月31日をもって、 本館地下1階からアクセスできた月決め駐車場が営業を終了。名湯高ビルも2017年4月30日をもって営業を終了し、48年半の歴史に幕を閉じた。豊橋市は名湯高ビル、開発ビル、狭間児童広場跡地で、豊橋駅前第22丁目地区第1種市街地。 再開発事業を進めており、名誉高ビルは2018年に取り壊された。跡地には、サーラグループのチューブガス不動産による地上24階建て複合再開発タワーマンション、ザ・ハウス豊橋が建設中で、2021年に、竣工する予定である。2016年時点では、店舗は1階に集約され、 地下1階及び2階から4階は閉鎖されている。5階にイベントホール、6階にギャラリースペースを設け、各種イベントや展示会などに利用されている。6階には、チューブガス等のオフィステナントもある。2011年頃までは、地下1階から地上4階までが商業施設となっており、かつてはこれらを総称して、ハイショップ名、ユタカと呼んでいたが、1997年以降は、 キイキプラザと呼ばれていた。入居していたテナント、編集1階1階から6階まではオフィステナントを中心としたゾーンとなっており、名誉高ビル事業所をはじめ、サーラグループの事業室や、時事通信社の豊橋支局等が入居している。1階は飲食店等、2から5階はテナントスペースとなっている。 ありがとうございます。